スノストキンプリは卒業か、ジャニーズ消滅スタート社で週刊誌支配、カレンダー利権は消滅へ。10月16日、スタートエンターテイメント所属のアイドルによる2025年度の公式カレンダーが5社から発売されることが各社の雑誌公式 X にて発表された。今回、カレンダー発売が発表されたグループと雑誌名、社名は以下の通り。 何わ男子、女女、集英社。トライスジャパン、アンアンマガジンハウス。えいえ。グループ、YNK アップ、ワニブックス。ジュニア、ポテトワン、パブリッシング。関西ジュニア、デュエット、集英社。いずれも11月18日から予約受付開始となり、2025年3月中旬に発売予定である。 今回注目を集めている事務所公認のグループ別、新年度カレンダーは、旧ジャニーズ時代には毎年発売されていたファンにとってのマストアイテムでした。しかし昨年は創業者のジャニー北川氏、去年87の加害問題の影響で24年度版が発売されることはなかったんですよね。ワイドショー関係者。 23年度版二23年4月、24年3月のカレンダーは、主婦と生活者からセクシーゾーン、現タイムレード公文社からジャニーズウエスト、現ウエスト。マガジンハウスからキングプリンス、新庁社からストーンズ、高段社からスノーマン、小学館からなにわ男子、集英者からトラジャ、ワニブックスからジャニーズ JR、現ジュニア、ワン。 パブリッシングから関西ジャニーズ JR の旧社からカレンダーが発売されていた。しかし、23年11月に、来年度の公式カレンダーは発売をしないことになりましたので、ご報告させていただきます。と事務所が発表し、24年度版のカレンダーが発売されることはなかったのだ。それから1年越しのカレンダー発売再開を受けて、X ではカレンダー復活。 がトレンド入り。喜びの声が多い一方で、推しのグループのカレンダーが発売されないことに対して。え、せっかくカレンダー復活なのに、スノちゃん内のなんであれだけ売り上げあるのに謎すぎる。カレンダー復活って見て喜んだけど、ウエストくんも、スノも、今のとこなさそうなんかな。カレンダー復活嬉しいけど、ストやキンプリは卒業っぽい。 といった声も多く寄せられ、関連ワードとして、ドル氏卒業もトレンド入りした。公式に明言されているわけではありませんが、ポテトなど、いわゆるアイドル雑誌にグループとして登場しなくなる、つまりアイドル氏卒業となると、同時にカレンダーも発売されなくなる。そんな法則がファンの間では共有されているんです。人気を誇るスノーマン、ストーンズ、キンプリの3グループは、 今年4月からアイドル誌にグループとして登場する頻度が激減しているため、ファンからは卒業扱いされ、カレンダー発売も絶望視されているということですね。もとも、スノーマンは9月21日発売の、苗女,女に久々に9人で登場という、煽り分付きで紙面を飾っているように、卒業後の再登場もよくある話ですが、全土。